毎度アウンの松本です。皆さんお元気ですか？今日はですね、あんの芋のめちゃめちゃ美味しくなる作り方を本当に言いたくないんですけど、今日はあのマル秘レシピをお伝えしたいと思います。ぜひ楽しみにしててください。こちらがあのあんの芋ですね。実はあのこれ去年採れたやつをあの冷蔵貯蔵してるんですけど、ここ見てください。この蜜ですね、はい、この蜜、これあの熟成させるとすごい糖分が増してくるんですよね。もうこのままかあの揚げても美味しいんですけど、今日はですねさらに美味しくなるようなちょエロい技をですね、エロい裏技を皆さんにお伝えしたいと思います。まずですね、この皮を剥きます、はい、でそしたら、映像が流れると思うんですけど、このように蒸していきますね。で蒸した後がちょっとざっくり切りますけどですね、カットしますけど、これですね、こんな状態です、はい、で実はこれあの蒸しただけではないんですよ。これをですね、あのさらにちょっとエロい味にするために実は1回冷凍します。冷凍して自然解凍するんですね。そうしますとあの繊維が壊れてこうしっとりとしたあの熟のあのあんの芋になりますので、ぜひ試してみてください。それでは揚げてまいります。熱した大体これ106、これで168、170度ぐらいですかね。厚めに切ったこちら、あえて厚めに切りますね。厚めに切ったら美味しいです。いいでしょ。はいよ、スイッチ取ってる？取ってるよ。はい、それでは大体目安3分から4分ほどね、はい、はい、で油を切って盛り付けます。どうぞ。これが熟々のあんの芋の天ぷらでございます。ではこのような美しい断面になりますので、それじゃあいただきたいと思います。もうこれ何にもいらないですね。これサクッとした衣にもうトロンとしたあんの芋がもう最高ですので、ぜひご家庭でお楽しみください。それでは素敵な一日を。